狼と七匹の子供ヤギ、グリム兄弟、楠山正雄役。昔、あるところにお母さんヤギがいました。このお母さんヤギには、かわいい子供ヤギが七匹あって、それをかわいがることは、人間のお母さんがその子供をかわいがるのと、少しも違ったところはありませんでした。ある日、お母さんヤギは子供たちの食べ物を取りに森まで出かけていくので、七匹の子供ヤギを呼んでこう言い聞かせました。お前たち、母さんが森へ行ってくる間、気をつけて留守番してね。決して狼を家へ入れてはならないよ。あいつはお前たちを残らず丸のまんま、それこそ皮も毛も全部食べてしまうのだよ。あの悪者は分からせまいとして時々姿を変えてやってくるけれど、声はしゃがれてガラガラ声だし、足は真っ黒だし、すぐに見分けはつくからね。すると子供ヤギは声をそろえて、母さん、大丈夫。私たちよく気をつけて留守番するから、心配しないで行ってきて、と言いました。そこでお母さんヤギは、めえ、めえ、と言って、安心して出かけていきました。やがて間もなく、誰か表の戸をトントン叩くものがありました。そして、さあ子供たち、開けておくれ。お母さんだよ。めいめいにいいお土産を持ってきたのだよ。でも子供ヤギは、それがしゃがれたガラガラ声なので、すぐ狼だということがわかりました。そこで、開けてやらない。お母さんじゃないから。お母さんはきれいないい声してるけど、お前はしゃがれ声のガラガラ声だもの。お前は狼だ。と叫びました。そこで狼は荒物屋の店へ出かけて、大きな白木を一本買ってきて、それを食べて声をよくしました。それからまた戻ってきて戸をたたいて、大きな声で、さあ子供たち、開けておくれ。お母さんだよ。みんなにいいものを持ってきたよ。と怒鳴りました。でも狼は真っ黒な前足を窓のところにかけていたので、子ヤギたちはそれを見つけて、開けてやらない。うちのお母さんはお前のような真っ黒な足をしてない。お前は狼だ。と叫びました。そこで狼はパン屋の店へ出かけて、足を痛めたから練り粉をつけておくれ。と言いました。パン屋が狼の前足に練った粉をつけてやりますと、今度は粉屋へ駆けつけて、おい、前足に白い粉を振りかけてくれ、と言いました。狼のやつ、また誰か騙すつもりだな。そう粉屋は思って、ぐずぐずしていました。すると狼は、ぐずぐずしないと食っちまうぞ、と怒鳴りました。そこで粉屋は怖くなって、狼の前足を白くしてやりました。こういうところが人間のダメなところですね。さて、悪者は三度目にヤギのお家の戸口に立って、トントン戸をたたいてこう言いました。さあ、子供たちや、開けておくれ。お母さんが帰ってきたよ。
おめえたちめいめいに森でいいものを見つけてきたんだよ。子ヤギたちは声をそろえて、先に足を見せてくれ。うちのお母さんかどうか見てやるから。そう言われて、オオカミは前足を窓に乗せました。子供ヤギがそれを見ますと白かったので、オオカミの言うことをすっかり本当だと信じて、戸を開けました。入ってきたのは誰でしょうか。オオカミです。みんなわーっと驚いて震え上がって、隠れ場所を探して隠れようとしました。一人は机の下に飛び込みました。次は寝床に這い込みました。三番目は炉の中に隠れました。四番目は台所へ逃げました。五番目は棚に上がりました。六番目は洗面だらいの下に潜りました。七番目は柱時計の箱の中に隠れました。ところが狼はそばから見つけ出して、一人一人片っ端から捕まえて、一口にあんぐりやってしまいました。ただ、大時計の箱の中に隠れた一番小さな子供だけは見つからずに済みました。さて、たらふく食べるだけ食べた狼は、お腹がいっぱいになると、表へ逃げ出して木の陰になって青々としている芝の上に長々と寝そべってぐーぐーいびきをかき出しました。それから間もなくお母さんヤギは森から帰ってきました。お母さんヤギはその時何を見たでしょう。表の戸はいっぱいに開け広げてありました。テーブルも椅子も腰掛けも放り出されていました。洗面所は粉々に壊れていました。パジャマも枕もベッドから転げ落ちていました。お母さんヤギは子供たちを探しましたが、一人も見つかりません。一人一人名前を呼んでも誰も返事をしません。おしまいに、一番下の子の名前まで来て、初めて細い声で、母さん、私、時計のお箱に隠れてるよ、というのが聞こえました。お母さんヤギはこの子を引っ張り出してやりました。そこでこの子の口から、初めて狼が来て、他の子供たちみんな食べてしまったことがわかりました。その時お母さんヤギはかわいそうな子ヤギたちのことをどんなに泣いて悲しんだでしょうか。やっとのことでお母さんヤギは泣くことをやめて末っ子ヤギと一緒に外へ出ました。原っぱまで来るとオオカミはやはり木の陰でぐーぐーと寝そべって、それこそ木の枝も葉もブルブル震え動くほどの高いいびきを立てていました。ところでお母さんヤギが狼の様子を遠くからよく見ますと、その膨れ返ったお腹の中で何かもそもそ動いているのがわかりました。まあありがたい。狼のやつ、うちの子供たちをお夕飯にして鵜呑みに飲み込んだままだから、みんなきっとまだ生きているわ。こう思ってお母さんヤギは早速うちへ駆け込んで、ハサミと針と糸を取ってきました。それからお母さんヤギはこの化け物の腹をちょきんとハサミで一ハサミ挟みました。すると、もうそこに、一匹の子供ヤギがぴょこんと頭を出しました。お母さんは喜んでまたジョキジョキ挟むと、一人出て二人出て、とうとう六匹残らず子供ヤギが飛び出しました。みんな無事で誰一人
怪我一つしたものもありません。何しろこの大化け物はむやみとガツガツしていて、ただもうそのまま喉の奥へ放り込んでしまっていたからです。まあ嬉しいこと。子供たちはお母さんヤギにしっかり抱きつきました。それからお母さんをもらう式の日の仕立て屋のようにぴょんぴょん跳ね回りました。でもお母さんヤギは子供たちを止めて、さあそこらで寝ているうちにみんなで行って石を拾っておいで。このバチ当たりな獣が寝ているうちにお腹に詰めてやるのだから、と言いました。そこで子供たちは駆け出していって、えんやらえんやら石を集めて引きずってきました。そうしてそれを狼のお腹に詰めるだけ詰め込みました。するとお母さんヤギが後からちょっちょと元のように縫い付けました。それがいかにも早かったので狼はまるで気がつかず、ごそりともしないままに済んでしまいました。狼はやっとのこと寝たいだけ寝て立ち上がりました。何しろ胃袋の中は石がいっぱいで、喉がカラカラに乾いてたまらないので、井戸のところへ行って水を飲もうとしました。ところが体を動かすとお腹の中で石がぶつかり合ってガラガラゴロゴロ言いました。やっと井戸のところまで来て水の上にかがもうとすると、お腹の石の重みに引かれて狼はのめりました。そうしていやおうなしに泣き泣き狼は水の中に落ちました。遠くで見ていた七匹の子供ヤギはみんな駆け寄ってきて、狼死んだ、狼死んだと叫びながらお母さんヤギと手をつないで大喜びで井戸の周りを踊り回りました。おしまい。